全部三角形です。例えば、はい、僕は今名古屋市に住んでるんですけど、名古屋市の屋っていう字もそうですね。これはあの屍っていうんですけど、はい、これを真ん中です。必ず真ん中に来て角っこをめがけて払います。はい、でこれまっすぐに書いたら、ちょっと一回まっすぐに書いたらこうなりますよね。よくあるパターンなんですね。これこういいけどこうなるんですね。じゃあ、はい、これをどうすればいいかというと、この中に書く部分を少しだけ右側にから書くとこう三角形ができるんですね。こういう風に。ああそうですね。それを意識しないといけないですね。はい、これがタレのコツなんです。 あとは今はずらそうという気持ちが いっぱいいっぱいになったので、これがもうでかくなったんですね。これがでかくなったら、なんかこの辺が抜けて見えますよね。スカスカで、あ、はい、緊張感がなくなるんですね。ここはもうぺったんこういう字を書いてほしいですね。こうそこも一緒なんですね。これと空間が、この土もそうですね。土もこの空間が広いと、空間っていうのはすごく大事なんですよ。空間は、土は特にぺったんこですね。土はぺったんこです。はい、そう、この土がすごくあの広いんですね。多分このままだったら、例えば社会の社っていう字とか書いたら多分こうなるパターンなんですね。はい、ここが広いのはよくあるんですけど、やっぱりよくないんですね。やっぱレッスンしててもこういう方たくさんいます。でそれを無理に大きく書く必要なんか全くないんですよって言って説明するんですね。ああ、もう半分ぐらいですね。もういらないんです。余白の方が欲しいんです、字は。はい、っていう風に空間をうまく使えるようになってきたら変わってきます。ほとんど空間とか引力とかねいう言葉を使ってるんですけど、はい、そこがありますね。